ドレスも素敵です。髪の毛も素敵ですし、とにかくセリフも素晴らしい。哲学的、すごいわ。皆さんごきげんよう、デヴィ・スカルノです。皆さんこんにちは、加藤真里奈です。今日は夫人が80年生きてきた中でおすすめの映画をぜひ教えていただければなと思います。たくさんありすぎてどれにしようかと思って迷っちゃいますね。夫人結構映画はすごく見られるんですか？いや、今は全然時間がないので。そうですよね、忙しいですもんね。ただ私が娘の時代に見た映画が非常に記憶に残っているのが多いので、ぜひそれをお話ししようかな、はい、と思ってます。たまたま昨日の晩見たのが、見ましたね。よかったでしょ。あんな華麗に、本当に素晴らしかったですね。トルストイでしたか ね、でも結局最後すごく悲しかったです。で、私は最後どうなるかっていうの知ってましたので。でも言っちゃうんですもん。だって夫人は映画を見てるのに、この後ね、こうなってね、こうなるのよって見てるのに。アンナが伯爵に出会った、その駅で列車が入ってくるのね、ここで彼女死ぬのよって、最後悲しくなっちゃってあの頃国民の 97% が貧民で、たった 3% の貴族社会、政治家の妻、もう素晴らしいお家に住んでサーヴァントもたくさんいて、可愛らしいお子様にも恵まれた、何不自由ない女性がある日強引に求婚される。でその男性に彼女自身も惹かれてしまう、あの時代のロシアで人々がどう反応して、彼女がどうやって生きていったかっていうことですね。そして全てを失うんですよ彼女は、で男性の方は失わない、でもその映画に出てくるお洋服だったりとか、もうすごいドレスも素敵です。髪の毛も素敵ですし、衣装見てるだけでも素敵で、髪型も素敵で、それだけで楽しいですよね。でまたビビアン・リーの美しかったこと、でも全然夫人も負けてないぐらい。とにかくセリフも素晴らしい、すごい哲学的、いややっぱりトルストイはすごいわ。やはり同じくビビアン・リーの風と共に去りぬ、Gone with the Wind、これもあなた知らないよね。わからないですね。かわいそうね今の人はね。やはり昔の映画をとか昔の文学に触れていると非常に情操豊かになるんですよ。風と共に去りぬは3時間という大変な長編で、アメリカ南部の物語なんですけれど、あの頃はまだ南北戦争ね、もうそれは裕福な豪邸に住んでいるスカーレット・オハラ、自分 のいとこの婚約者を好きになってしまう。で彼を永久に憧れてるのね、でも自分は他のたくましい男性と結婚するんですけれど、一幕が終わるところが非常に印象に残ってるのはね、ターラっていうところに彼女のお家があるわけですけど、もう食べるものがない、着るお洋服もない、こういうカーテンをバリッと剥がしてそれでお洋服作ったり、それからもうお庭に出てね、土をこうやってほじくって。人参だったかしら、じゃがいもだったかしら、こうやって自分は何事があっても生き抜くって、明日は明日の風が吹くっていう、私たちが見てると彼女が恋する、もうずっと頭から離れないいとこの旦那メルファーラよりも、野性的なクラーク・ゲーブルの方が全然素敵に見えるんですけれども、一回そのメルファーラーの虜になってると永久にずっと思い続けてるのね。それがちょっと不思議でしたけどね。最後はハッピーエンドですか？ハッピーエンドじゃないです。また悲しい。そうですね。男性が出てっちゃう映画。明日は明日の風が吹くって、たくましく生きていく女性。恋愛映画とか家庭的な映画しか、あの頃はのハリウッドは作ってなかったと思うんですよ。ロマンスの映画とか、今の世代のようにもアクションとか血だらけとか、ホラーとか、そういったような時代じゃなかったんですよ。ハリウッドっていうのは美しい映画を一生懸命作って世に送ってました。戦争と平和も良かったですしね。ナターシャにオードリー・ヘッバーンが扮するんですけど、アランドロンの太陽がいっぱい、パン・ド・ソレイユも良かったし、禁じられた遊び、ジュエ・アンタ・ディットも良かったし、第三の男も良かったし、いろいろありますよね。
昔の映画はすごいロマンがありましたよね。とにかく画面が綺麗、出る人もみんな綺麗、ああいう美しい映画を見ることは時を忘れそこに浸ることができていいんじゃないかなと思いますけどね、今の時代の人たちはね、あのテレビはあるしゲームはできるし、もう本当にクラシックの文学っていうものに触れてないと思うんですね。で、私たちの若い時はもう本しかなかったものですから、テレビもまだなかったですから、もう読書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 に夢中に浸っていて、フランス文学、ロシア文学、イギリス文学、嫌ってほど読み尽くしてましたので、私たちの若い頃は本当に美しい、うっとりする、私たちが住んでいないところの夢の世界に連れて行かれる物語が描かれていて、本当に情操豊かになる映画が多かったんですね。ぜひあの60年代、50年代、70年代の映画を見ていただけるといいなと思いますね。感動を与える映画がいいかなと思いますね。そしていつまで経っても余韻に浸っていられるような。だから昨日よく眠れたんですね、私そういい映画だったから、